もやっとけ、新入り。おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし、元登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうが。なあ、荒川組だよ。荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った？神経な組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな神経な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえぶっ殺すぞ。負け、やれるもんならやってみろよ。てめえ。1年も耐えたのに、なぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか？はい。あの野郎、親父さんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。おやじさんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う。お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。1119番、手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。
背景一番へ。出所するまで書かずに置こうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前のケーキが伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしている。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。追伸、出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。あれ、あ、どうして、まあ年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな、出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。はあ、18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな、春日一番。誰だてめえ。神奈川県警でか。昔はな、今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない、俺はお前に用があってきた。なんせ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大方違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日二郎に引き取られ、
店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい、あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ、俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ、意味が分かんない。勝手にしろよ。これパンチじゃねえんじゃねえか。すみません、パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。どういう顔で親父にやったらいいんだよこれ。なんだよお前その頭。うるせえ、腕の悪い店に当たっちまったんだよ。んなことよりおっさん何なんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で、次は何するんだ。気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森近雄。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おお、でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されてむしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、おめえは無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく。本当は誰がやったんだ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが
元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。三太郎、ああ、なんやわれ。あれどこどの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う。俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。ああ。なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら腕ずくで行かせてもらうぜ。やってやるぜ。俺の番だな。とっておきだ。よし、行くぞ。俺行くぞ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。よし、行くぞ。下でいい。ほら、俺の番だな。とっておきだ。こないなことしてただで済むと。まだやんのか。よせ春日。わかった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。わかった、すぐに帰る。行ってくれ。話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。勝が一番です。どうして18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやつさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやつさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ、そんなはず。そうだ。どうした。おやさんは何しにここに。墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前に立ちゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。
見たか、奴は鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は、ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の、なんで親さんがそいつの墓参りを、しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ？あのな、おっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会、東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。なんだと。荒川真澄は、やつは今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行？何言ってんだよ、嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けて神室町三景作戦。三景作戦？ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで三景だ。んで警視庁の的確すぎるガサ入れで、主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ、荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に撃った。なバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々と神室町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して、近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずに神室町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに、荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か、具合でも。やっぱおかしい。なんだと。親さんが近江に寝返る、東条会が壊滅。好きならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか。あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだよ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。
羽室町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ、今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。あ？はあ？脅しってか。てめえ、やっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく。つける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。はっ、こんな孤独が何だっつんだ。おれバカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。あ、神室町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。分かった分かった、芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。は、お前な。神室町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。神室町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。ここだよな。
ちょっとあんた、何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所？ここ、前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ、事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあ、どこだろうな。でも今時ヤクザ屋さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、わかった。ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん、いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円。つけとけや。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ。我どこのもんや。俺、荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川正美に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかり精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うだろうが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会？何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ外周が残っとったんか。本部から
害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろ。登場界の虫けらが。うちの飯たるはやってやるぜ。よし行こう。とっておきだ。見せてやるよ。俺の番だ。俺荒川のおやっさんが近江に寝返って東条会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴。こいつ東条会の残党や。いてまえ。なんやて。またんかいこら。おう。ありがとうよ。あばよ。
なあ。けど無茶は良くねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東条会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。ああ、てめえ、なんてことしてくれるんだ、くれ！よせよ、悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。たく、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りで話すと拉致が開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやっさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろ。おやっさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に汽車で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ、でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。いたどうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな、病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。
愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって東条会を裏切るなんて。あのな、一番お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ、生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも喫水のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。ああ。じゃあもう神室町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、神室町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ俺。え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す？いっそ殺してくれ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何見てやがる。あんた手寄せる。
ぜ。これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた、足立、すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。東上会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな、本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。カズが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の搭乗会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ、お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ、お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて搭乗会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監、俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで搭乗会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ああ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんた、よくそんな情報つかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。見てみろ、あの店。平安楼だ。あの店は、なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高えんだぞ。いや、
でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやっさんが俺を呼んでる。あ、どうした。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっときっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって、会合は夜になってからだ。おまけにお前、東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ、じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろ。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ、見たことくらいあんだろ。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。どこだ、ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え、もったいない、いつも言ってるだろう、ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す、だから価値が増すのさ。ん、オフィスに戻れだって。オーマイガー、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい。僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん？ Sorry、 僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そこへ。待ち合わせかな。相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと待てよ、電話のかけ方どうやんだ。おや、慣れてないようだね。貸してみな、僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか。なーに、お安いご用さ。おう、こら、見つけたで。もう逃がさんぞ、こら。大見連合、くそ、こんな時に。あれ、日光方、どない落とし前つける気。 Who are you？ どちらさん。だ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな、僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし、客も入らん、デッキ代も払えんわ。ははは、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと、もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、大見連合舐めとるか。待てよ。なや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやっちゃ。あ、ちょ、待ってください。こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ、ほら、兄貴たちが言うてましたや、登場界の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい。ああ、
その代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。こっちゃこっちゃ抜かしよって言ってまうとこら。秒で終わるんだ。やってやるぜ。俺の番だな。こっちおきな。見せてやるよ。ああ、行くぜ。やっとや。よし、行くぞ。とっておきだ。仲直りしようぜ。んだよ、やんのか。これや、俺の番だな。ほら、なあ、こりゃ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。これや、俺の番だな。これで元通りだ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。大勝利。ああ、痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか？まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては優良物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ？あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか？イエス。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい？もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでもほんのじゃ。ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。はっ、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ、スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。じゃ早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい？これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺しだ。おっと、そうなのかい？それはまた。ずいぶんとバカ正直な男だね、君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、
安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。おい春日、なんだよ今のあいつは。俺の初めてのメール友だよ、足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。ったく。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。おう。おう。マジか。なあ、おい。本当にこんなところから行けるのかよ。ああ、あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。行けるじゃん。強くなった気がするぜ。おい、何、お前、何見てんだ。放射しねえぞ。俺の番だな。とっておきだ。
かい。行くぞ。仕留める。どうする。本気出せよ。かかってこいよ。してみろ。やめんなよ。ほれほれ。かかってこいよ。やってやろう。やめんなよ。よし、行くぞ。じゃあこれ。とっておきだ。見せてやるよ。かかってこいよ。俺の番か。やめんなよ。これで。やってみろ。嫌いな。せっかく。あの城で俺の番だ。やめんなよ。ビビってんのか。どうした。百万年早いんだ。勝ったな。シェー、わかんぞこれ。だってめ、なんだ、頭かち割るぞこれ。おいよ。よし、行くぞ。ほら来いよ。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。かかってこいよ。行くぞ。これで俺の番か。行くぜ。ほら来いよ。俺が相手になってやるぞ。やめんなよ。ほら俺の番だな。お前この取っておきだ。見せてやるよ。どうするかね。なめんなよ。やってやろう。ビエッ。あっ、ザックマ、これで引き上がれ。腹立つな。くらしてみろ。よし、行くぞ。ふん、ふん、俺の番か。あっ、黙ってた。なめんなよ。俺の番だな。ほら、これでもう。どうするかね。よし、やっただ。まだ成長できるとはな。シェー、ビビるんじゃねえぞ。やってやるぜ。よし、行くぞ。
とっておきだ。見せてやるよ。俺の番組してみろ。行くぜ。俺の番だな。腰が張るぜ。こんなとこから出てきやがって。おい、侵入者だ。捕まえろ。怒られる覚悟はどうしゃしねえぞ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。やんのか。それだ。よっしゃ。やめんなよ。俺の番か。かかってこいや。ほらほら、やってやろう。仕上がれ。いやいいよ。これで俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。おお、くらえ。よっ、行くぜ。どれ、どうするかね。うわ、よし。俺の番か。俺の番だな。うりっ、うわ、うわ、大丈夫してきれ。おい、おい、中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。ち、屋上に出て様子を見るぞ。
何も言えお前。殺すぞ。あら、容赦しねえぞ。よし、行くぞ。見せてやるよ。とっておきだ。やめんな。あれ、お前見たと。来てみろ。どうするかね。やってやる。俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。よっしゃ。おう、階段を降りりゃ幹部会の会長だ。話を聞いてくれ。俺は神奈川県警のもんだ。ここは俺が食い止めておく。お前先に行け。当たった。早く行け。俺も必ず追いかける。
いいね。おう、久しぶりだな、イチ。いつ出てきたんだ？俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすなよ。頼りの一つでもくれりゃ、向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんて、いらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか？寝返る？おいおい、やめてくれよ。このご時世、当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一位、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか？ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか？十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。ふん、昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭！一、覚悟はいいねえぜ。俺の番だな。見せてやるよ、こっちを。じゃあ、よし、行くぞ。見せてやるよ、こっちを。じゃあ、おりゃあ、おりゃ。こんなのはどうだ。死ね。俺の番だな。喧嘩も遅えのか。どうした？これで。よし、行くぞ。見せてやるよ、とっておけ。おいおい、その程度か。してみろ。俺の番だな。
見せてやるよ。こっちを見て。よし、行くぞ。うん、俺の番だな。ふん、ふん、ふん、よし、行くぞ。回復だ。俺の番だな。見せてやるよ。とっておきだ。ほら来いよ。覚悟はいい。頭の気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。よし、行くぞ。喧嘩も遅えのか。はっ、ありゃ、ちょっとしんどいな。これで立て直さねえと。見せてやるよ。とっておきだ。ちょっとしんどいな。回復だ。立て直さねえと。うっ、俺の番だな。うん、ほら、ほら、終わらねえぞ。これで行くぞ。やめんなよ。よし、行くぞ。喧嘩も、うん、はっ、うん、俺の番だな。どうすん。終わらねえぞ。回復だ。くらいな。危ねえところだった。強くなった気がするぜ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん、どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。この日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。すまねえな、一、死んでくれ。